私が大卒ではないのを、どう解釈したのか、高卒プギャーしてくれる婦女子のことめ、夫の姉。ことめはなぜか、田舎の、自称お嬢様短大卒が自慢。私をバカにしているくせに、なぜか会うたびに、BL 話を延々振ってくる。ことめは乙女と同居。ボンクラと法事と、乙女の誕生日くらいしか会わない。ただ、その度うるさいし痛々しいしで、避けたいんだが、両乙女さんたちは、私とことめは、仲がいいと思っている。親戚の集まりなどでは、同じ世代だし、女の子同士だし、と席が隣になったりする。男同士の真実の愛だとか、外にも聞こえるように言うから。何度も、そういう話はちょっと、よくわからなくて。とか、のらりくらりと交わしていたら。だから高卒はプギャー。と言われる。先日の法事でも言われて腹が立ったから。今時短大なんて行く人いるんですね。私は大卒じゃないけど、大学院卒ですし、周りは、最低でも4大、大抵院卒か6年生の学部卒だから、よくわかりません。と返してみた。プチプチだけど、ことめ、ポカーンで、ちょっとスカッとした。それから、黙って食事を片付けて、ことめを無視してお酌して歩いた。どうでもいいと思っている学歴で言い返してしまったことももちろんだけど、実は、私もいわゆる婦女子。ことめとは、全然趣味が合わないから、話を聞いても楽しくないんだよ。お前の趣味を押し付けんな。ちなみに、婦女子なのは旦那にも言っていません。恥ずかしい趣味なのは分かっているから。バレていないと信じたいですが、言わないでいてくれているだけかな。グッジョブ、ありがとう。初めてだから嬉しい。ことめには、別に、経歴の話をしたことはなくて。乙女に挨拶の際、〇〇大の大学院を出て、〇〇社に勤務しています。みたいな会話をしたくらい、どっかで伝わったんだと思う。法事の後は会っていないけど、帰りはなぜかよそよそしかった。ついでに、不臭を嗅ぎつけているのではという危惧は、やはり感じています。大学入学時から、見た目も行動も、いろいろと隠しているつもりなのに、やっぱりにじみ出ているのかな。頑張って偽装しなくては。でも、ことめとは、趣味があまりにも合わないから、相入れません。ことめとは、歩み寄りのない言い争いになりそうな、好みの違いもありますが。何より、婦女子の当てくし、かっこいい。何を恥じることが？な態度が痛々しくて苦手です。